ございます。おはようございます。今日こちらはどちらに？今日はここは、もうずっとお世話になってるサンバレーというヘアサロンです。お、ヘアサロン。はい。ということは今日は髪、いよいよ髪の毛を私が切ろうと思いまして。なるほど。3、4年メリーショートから伸ばしたんですけど、もういいかなと。定期的に来るんですよ、バッサリ行くときが。なるほど。じゃあ4年ぶりのショート。そうですね。でショートに行きたかったんですけど、一気に。でもなんか9月の頭にあるお仕事がちょっと長さを残しててほしいということで、今回はあえてボブショート、ボブぐらいにして、そしたらうちの娘2人がママとお揃いにしたいって言ってきてくれたんで、一番下の子は初カット。初カット？はい、3歳にして初カットです、本日。すごい。で、上の子はもう今セミロングぐらいなんですけど、3人お揃いの髪型にしたいと思います。ちょっとヘアカットする様子。はい、お楽しみください。1段で、まずは今日はここまでで3人お揃いのボブショートっぽくしてもらって、で私だけこのあと9月以降にもうちょい楽しみたいと思っているので、それはまたインスタなり、まあ、ここに残すんだったらまたここでもお届けできたらなと思います。ぜひ皆さんヘアチェンジ親子でしてみたりしてもいいんではないでしょうか。じゃあ今日から楽ちんの生活に行ってきます。ママと一緒でいいんでしょ。じゃあ私も毎日エンドつけてる。何つけてるの？前髪、前髪
髪がさ、収まりがいいの。へぇー。ここめっちゃ汗っぽく通る。え、ワックス？ね、オイル。オイル？なんか前髪に、ね、汗かいたりする。ほら、いいじゃん。楽ちんじゃん、マミ。ママと一緒になったほら。もう前髪切っちゃっていいの？ねえねえ、作れるかな、この人で。でも、正直、ない方が良さげじゃない？うん。でもないとどうなる？なんかもう任せる。ないとでもまた落ちてくるね。そうだよね。だからもう産毛っぽくちょっと作っちゃっていいんだったら、うん、それ一応いや。めっちゃ髪洗うの楽になる。超嬉しい。乾かす手間もないしね。西君若い時そんな癖なかったよね。私は小学校までストレートで伸ばしてて、ショートにした瞬間クリンクリンになって、で伸びると重くなってたのに3で強くなった。子供産むと結構変わるんですって。3で強くなったよね。うん。私も5で強く変わるんで、ママより似合うかも。わかめちゃん。かわいい。はい、3人ともカット終了です。すごい、3年半で初カットがここまで。でも微動だにせずほぼ半眠り状態のままカットしましたね。静かだったびっくりでした。ちょっとでももうこれで今日から母としてはシャンプーはとにかく楽に。よかった。だからね、ちょっと女の子でロングを楽しんでるお母さんたちにもこのボブショートをおすすめしたいと思います。